ふは、ダイハツ工業が生産していた5ドアセミトールワゴン、型の小型乗用車である。1998年に発売されたストーリアをベースに当時人気のあったコンパクト RV として開発された。はじめからヨーロッパ市場での販売が計画され、デザイン、操縦性もヨーロッパでの使用を意識して開発が進められ、実際にヨーロッパでの走行実験において足回りを ヨーロピアンテイストに仕上げた。エンジンは、初代トヨタビッツ用の 1000cc エンジンをベースに、排気量を 1300cc に拡大した、ターボエンジン計3ヘッド、ノンターボ計 3V e が開発された。これらのエンジンは、ストーリア、テリオス、アトレー7にも搭載され、大発の、このクラスの主力エンジンとなった。なお、計3ヘッドは発売当時世界最強の千三百 CC エンジンと言われ、パワーウェイトレシオは 6.7kgPS とスポーツカーと言えるほどの動力性能を誇った。負の販売が終了した現在でもこれを超える同クラスのエンジンはない。独特のサイドウィンドウ形状はダブルウェッジスタイルと呼ばれる。インテリアでは気化学調の脂肪を用いたダッシュボードや順手で握るインパネシフトが特徴。パノラマガラスルーフ車以外は 機械式駐車場への入庫が可能な前行である。なお、開発当初はトヨタ自動車向けに OEM 供給の計画があったことから、当時の第8車としては珍しくリア部にも、ハツのエンブレムが付いていた、グランマックストラックを除くすべてのハツ車が、リアに、ハツの CI を、切ったエンブレムが装着されている。自動車雑誌、ニューモデルマガジン X の予想特集では、 スターレット復活として、トヨタからスターレットが再登場するのではないかと予測されていた。ダイハツフターボ動車のタフトやラガー、テリオス、B5、クーなどを除き、姉妹関係を持たず OEM 供給の実績がない、完全オリジナルの登録者として最後まで販売された車種でもあった。ありがとうございます。